皆さんこんにちはもうすぐ皆さんで一緒に食事をする時が来ますね世界中で主の栄光が輝いているのが見えます主が花嫁のために心を持っておられることについて読みたいと思いますあなたの体内の中で新しい芽が生まれて また息子や娘たちの心がそそがれているというところです。私たちが一つのテーブルに座って手を取ってワインとパンを持って一緒にいることによって共有できるものがたくさんあります。エエゼキエルで 巻物を食べなさいと言ったように、また別の聖書箇所では本を食べなさいと言っています。それは神の御言葉ですね。それを私たちが吸収することによって、私たちが世界中に出ていった時に、その言葉のみを話すことができるようになります。 ヨハネの目白録で、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って、彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると書いてあります。皆さんも一緒に主のテーブルの前に座って、一緒に食事を取りましょう。